デビッド・エム・ケネディデビッド・マシュー・ケネディはアメリカ合衆国の実業家、経済学者及び財務長官であった。ケネディはユタ州ランドルフで牧場主でユタ州政府に勤めていた父・ジョージと母・キャサリンの間に生まれた。幼少時はケースビルやオグデンで育ち、公立学校に通い、1928年にウィーバー州立大学を卒業して学士号を取得した。 その後、ジョージ・ワシントン大学から1935年に法学くらい、1937年に法学博士号を得た。1939年には、ラトガース大学のストニア、グラデュエート・スクール・オブ・バンキングを卒業している。また、1925年には、ソルトレーク寺院で、レノー・ラ・ビンガムと結婚し、その後間もなくイギリスのリバプールで、末日生徒、 イエス・キリスト教会の務めを果たした。ケネリは1928年、連邦準備制度理事会理事会のためのスタッフメンバーという彼の最初の公職を得た。この間に、彼は財政的な経験を確立して、後で当時の連邦政府議長、マリナー・エクルズの補佐人となる。そしてジョージ・ハン・フリー財務長官の下で、夫妻管理の特別上司を務め、 さらに1930年から1945年まで連邦準備制度理事会の委員として議長補佐を務めた。その後経歴の大半をコンチネンタルイリノイ銀行での勤務で過ごす。契約部から始まり最終的には CEO に就任した。なお、同銀行はケネリの下でイタリアのマフィアのマネーロンダリングを行っていた未経営、振や、 神道なと親しいカトリック大司教のポール・マルチンクスとの関係を持ったことが議論を呼んだ。1962年10月にジョン・ F ・ケネディ大統領は、ケネディをアメリカ合衆国衛星通信システム運用のための民間会社のメンバーに任命する。ケネディは1964年に重役に選任された。1967年にリンドン・ B ・ジョンソン大統領は、 ケネリを予算案委員会の議長に任命した。ケネリは1969年、ニクソン大統領の下で第60代財務長官に就任する。ケネリは1971年まで同職を務めた後、あと72年4月から73年2月までアメリカのナトー大使も務めた。1976年には米華ビジネス会議を設立し、 1990年まで14年間議長職を務めた。1985年にブリガムヤング大学では国際留学生のためにデイビッド・ケネディセンターとして彼の名誉ある名称が名付けられた。彼は1996年にユタ州ソルトレークシティで心血管疾患で死去した。ありがとうございます。